世界一高い像、インドで完成間近、182m、周囲は断面。AFP インド西部グジャラート州で、高さ 182m と、世界一高い像になる見通しのインド独立の英雄像が、来月末の落成に向けて、急ピッチで建造が進められている。だが、この像は、完成して間もなく、同じインドのムンバイに建立中のヒンズー教の英雄像212m にトップの差を明け渡すことになりそうだ。愛国心の発露といえる2つの像はどちらも米ニューヨークの自由の女神像の倍を超える高さになる。グジャラート州のバドダラ近くに建立されているのはインド独立の英雄で、独立後の1947年に初代副首相を務めたサルダール・バラブバーイ・パテルの銅像。現時点で世界一の高さを誇る中国の炉山大仏、高さ128m を初めて上回る像になる。一方、西部マハラシュトラ州ムンバイの海辺では、17世紀のインドを支配していたムガール帝国と戦い、マラータ王国を築いたヒンズー教徒の英雄チャトラパティ・シバジの像の建立が進んでいる。馬にまたがり剣を振りかざしたシバジ像は2021年に完成する見込みだ。パテル像の方はナレンドラ・モディ首相による10月31日の落成式に間に合うよう、中国人数百人を含む労働者約2500人が24時間体制で仕上げを急いでいる。サルダル・サロバルダムを望む場所に建てられているパテル像は、グジャラート州が地元のモディ首相が旗を振るプロジェクト。総工費は299億ルピー、約466億円。統一の像と呼ぶこの像について、首相は、ニューヨークの自由の女神像のように、大勢の観光客が押し寄せるだろうと期待を示している。